昨日本当にめちゃめちゃ久々にツインを乗ったら、本当になんかめちゃめちゃ下手で、自分でもびっくりするぐらい全然乗れんかったので、今日はそのなんで乗れんのかとか、そのどうやってやったらうまくいくかなとかちゃんと考えながら、このツインをやっていきたいと思います。で、まあ、1日じゃ結構うまくなるには結構難しいと思うけど、そのやっぱりその仕事行っとる方とかあんまり毎日夢は入れん、はい、と思うので、そのだから短期間でそのどうやって、何を意識したら何をどううまくなるかっていうのを、お伝えしていきたくて、今回は、この企画をやっていこうと思います。はい、まあ自分は結構そのパフォーマンスボードしか乗ってきてなかったから、そのターン、テールを抜いたりスプレーを飛ばすターン、ツインみたいにその力を抜いてその流す感じ、フローを使ってその綺麗に、パンピングなしで、フローを綺麗に、乗るライディングを あまりできないので、それは何でかっていうのを考えながら、今回やっていくんですけど、まあ、波を、こんな感じでちょっと今日はシャワシャワで、まあ、結構まあまあ厳しい感じなんやけど、まあ、こういう時だからこそ、ツインの練習をしていけるんじゃないかなと思いながら、ツインを乗っていきます。じゃあまあ最初の一番の目は、何を意識していこうかと思いますと、まずはどうしよう、その、まあ、あまり昨日、1日ツインやったんですけど、そのあんまりツインの乗り方だけを意識してサーフィンしてみたら、本当にちょっと考えすぎた感じで難しかって、なんかレールが逆に詰まったりしてしまい、あんまり全然良くなかったので、本当にパフォーマンスボードに乗っとる気持ちまではいかんけど、まあそこまで考えずに、まずやっていこうかと思います。まあ、とりあえず何本か試してみて、ちょっとなんか乗って上がってきて、でなんか、言ったりして、今日一日で、どこまで修正して、まあ、どこまで上手くなれるかなっていうのをやっていきたいと思うので、とりあえず行ってみます。はい、今フェイカー上がってきたんですけど、まあ、ちょっと波、まあ、探しながら、ライディングしてきました。まあ、今は何やろ、まあ、先意識したこと、まあ、あまり考えすぎずに、サーフィンの練習じゃなくてツインの練習していくって話なんですけど、まあ、普通にあまり考えずにやってきました。でそれで何が分かったかとか、こここうしたらよかったなっていうのをちょっと気づいたので、ちょっともう一回ビデオチェックして、話していきます。ちょっとあんまり、ちょっと、本当にパフォーマンス系のボードみたいな乗り方を、しすぎとるかもしれないです。もうちょいなんか力抜いてだったらもうちょっといい感じになるんじゃないかなと思います。ちょっとチェックしたんですけど、なんていうの、この今日小波やし、なんか結構難しい波で、あんまり押してくれない、波が押してくれない波で、そのなかなか難しいからこそ、そのなんていうの、このリップとかターン、カービングするときに、その足を使ってその無理やり、ねじり込んだり、その足を使ってターンをしているところがあって、なんかそういう、なんかツインってそういうのじゃない、そういうのじゃないと思うから、そのなんていうの、体全体を使って、その綺麗に、波乗り、していきたいと思います。こうやってビデオチェックしたら、なんかいろんな上がるところとか、いいところとか
分かってくるから、そういうのもちょっと上達の一つじゃないかなと思います。じゃあ4回行くんですけど、次は、まあ、今ビデオ見て分かった通りに、その足で、蹴り込んだり足でねじり込んだりするんじゃなくて、その体全体を使ってサーフィンしていきたいと思います。4回行きます。どう？いや、だいぶ良くなった。一本どうやった？だいぶ良くなった。だいぶ、なんやろ、昨日に比べたらまあまあ、だいぶマシになったんじゃないかなと思います。さっきのランドで、課題にしとった、なんていうの、足だけを使わずに、体を全体使ってやるっていうのを、ちょっと意識してみたんですけど、なんかそうすると本当に、この板は本当に、なんていうの、パフォーマンスボードとかと違って、そのキュッキュキュッキュしたり、その、板を簡単に動かしたり、パンピングしたり、ちょこちょこしたり、そういうのができやんから、本当に、レールを使って、もう体全体を使ってじゃないと、ターンを、うまくすることができないから、ちゃんとボタンもしっかり取って、体、上半身も下半身も全て使って、骨盤をこう回したりして、そうやって全身を使うことで、ようやく、まあ、ちょっと全然あかんけどちょっとした、ターンができたんじゃないかなと思います。でね、で最後もう一回入っていくんですけど、最後はちょっとそのツインでも、なんかなんていうの、その流すだけじゃあまりなんか楽しくないし飽きてしまうと思うから、やっぱりそのパフォーマンスボードみたいに、そのターン、そのあまりツインの乗り方ではないって自分で言ったんですけど、そのなんていうの、テールを抜くリップだったり普通のリップだったり、そのツインっぽくない動きをしてみたら楽しそうだと思うので、最後はその動きを、やっていきたいと思います。で、それでこのツインフィンで、その、なんていうの、そのターン、リップしたり、そのちょっとテール抜いてみたり、そういうのを、ツインフィンでどんぐらいできるのかっていうのを、チャレンジしていきたいので、それに関してもやっていきたいです。では、行ってきたいと思います。あー、やば。行く。はい。上がってきました。全然最後、入る前に撮ったそのリップしたり、そういうツインじゃない乗り方っていうのあまりできなかったんですけど、それはまだ違う次の動画とかで、やっていきたいと思います。今日、一日いろんなことを意識してやったんですけど、まあ、本当に昨日よりはちょっとだけ弱しになったのかなと思います。で、最終的には普通に、なんやろ、体を使ってターンをちょっとだけできたし、その、昨日はなんかレールターンを意識しすぎて、レールで詰まりすぎたり、うまくいかんかったんですけど、まあなんかいろんな一つ一つ、見直していて、まあターンの練習やったり、その体の使い方やったり、そのいろんな、いろんなことを少しずつ、意識していったら、その週末サーファーの方とかも絶対に、毎日サーフィンしてる人とかに負けずに、上手くなっていくと思うし、その、まあ、考え方によったら本当に週1、2でも上手くなると思います。だから本当にまあ何が言いたいかというと、まあ1ラウンド1ラウンドなんか何かを考えて課題とかを意識しながらサーフィンやるといいと思います。